ご覧いただきありがとうございます。遺跡の、4畳上ラブリーミニっていうちょっとコンパクトの、田植え機を紹介したいと思います。エンジンを始動してエンジンのかかり具合、それから音ですね、それと各部の機能の、簡単なご紹介をしたいと思います。まず乗り込みます。このように田植えの、箱置き場ですね、これを角度をつけて乗りやすくなっています。で、乗り込んだら元の位置に戻します。手の手前に苗箱がすぐ置けるようになってますんで、苗箱の、補給が簡単に行えますね。それではエンジンをかけたいと思います。チョークを引っ張って少しアクセルを開けます。エンジンは4ストロークの3気筒のエンジンが乗ってますので、少し温度が上がるまで暖気運転をした方がエンジンの調子はいいと思います。内付け部分を動かしてみて作動の仕方をチェックします。内付けのロータリー部分は180度に1本ひねがっていきますので、非常に速い内付けが可能になっています。まあ、回転を一番スローにしてますから遅いと思うんですけど、通常内付けをする部分は、回転を上げて内付けをしましたら、この回転も非常にスムーズに早く植え付けることです。それから苗を上からだんだん内付け部分に下ろす機構なんですけど、ダブルタイプのゴムローラーがついてますので、スムーズに苗を途切れなく送ることができます。足回りは4輪駆動で、歩道がよく取れていたり、ずるいところですね、デフロックも手がついてますので、少々のぬかるんだ歩道でも脱出できると思います。歩道の硬さ、調整、植え付け深さ、調整、苗取り量の調整、それから左右独立した植え付けの調査がこのレバーで、壺当たりハブ数の変更、90株から50株まで変更ができます。株間副変速切り替えもできます。
ブレーキは左右独立してありますので、非常に小回りが。それから最後に操作パネルなんですけど、各レバーが非常に大きく、分かりやすくなっていまして、それを示す表示も大きな字で書いてありますから、間違えることが少ないように設定されています。まだまだ田んぼで元気で活躍してくれると思いますので、ご検討よろしくお願いします。